私の所属はですね、応用生命工学専攻です。で、旧農芸科学科であります。で、農芸科学というのはですね、非常に古、まあ、歴史のある学問でして、日本農芸科学会で私、広報委員をしておりまして、そこで農芸科学という言葉が、どういうふうにできたのかということを一回調べたことがございます。で、その時に分かったことなんですが、明治、9年だったと思うんですが、エドワルド・キンチという、イギリスの、学者さんを、駒場の農学校がお呼びした時に、農芸科学教師として雇うということが文書に書かれています。これが一応今のところ確認できる、文書で確認できる最も古い農芸科学という言葉でございます。で、当時のその芸ということ、農芸という文字ですけれども、この後お話があります園芸学でありましたか、あるいは工芸とか、そういうようなその単なるその技術、当時農業科学と農芸科学が混在した時期があるんですが、農芸科学とした場合にはその単なる技術ではなくて、もう一段上のアートとして そのものを、イメージしていたのではないかと、考えられると思います。で、私酵素学研究室でありますので、今日は結晶から除く酵素の芸術というお題でお話をしたいと思います。で、よく最初にちょっと言われるのは、酵素と酵母はどこが違うんでしょうかとよく言われます。で、酵母はですね、でも酵素の母と書きますね。で、まさにその通りで、酵母は生き物です。で、酵素はその中にある、まあ、分子ですね、触媒です。で、これ大きさがかなり違うということがありましてですね、顕微鏡を覗くとこのように見えます。酵母は約3ミクロンぐらいのサイズをしています。で、その中に、まあ、たくさんの酵素があって働いていると、まあ、そういうようなイメージですね。で、実際に酵素の研究において酵母というのは非常に大きな役割を果たしていますので、まあ、あながち全く違うというわけではありませんが、ものとしては全く違うものです。字が共通なものがあるというだけです。で、目で見えるというのはどういうことかというと、ある程度サイズがないと目で見えません。可視光の波長から考えまして、まあ、光学顕微鏡で覗いて見えるサイズというのはこのぐらいです。で、こちらにイラストありますのは、この度、ノーベル生理学医学賞を受賞されました大隅義則先生 と、奥様のマリコ先生の、図、絵なんですけれども、これ非常に素敵な絵だと私は思います。で、大隅先生が大発見をなされたというのは、まさにこの顕微鏡で酵母を生き物として覗いているときに中で何かが起きている、酵母がその栄養が足りなくなって苦しんでいるときにどうしているかというのを、これを見ながらそこで何が起こっているかを想像して、そこで動いている分子は何かを突き止めるという、そういう方針で研究を進められたことがまさに大発見につながったということです。で、もう一つちょっとこの弥生キャンパスとの関連で申し上げますと、大隅先生実はですね、学位をここの農学部の弥生キャンパスで取られています。所属は理学部の学生だったそうなんですが、当時今堀和智教授というのがおりまして、私たちの研究室の、まあ、先輩の初代教授にあたるんですが、そこの、先生の指導の下で、まあ、当時は大腸菌の、毒素の研究をされてたそうですけれども、まあ、そういうご縁も一応あるということではあります。さて、で、続きまして酵素とはと、いよいよ本題に入りたいと思います。酵素とは何か、まあ、生物が作る触媒です。で、触媒というのは、まあ、化学反応の早くそのするものであります。ここで挙げているものですね、例えばそのスクロース、諸糖ですね、まあ、甘いもの、砂糖を私たちが食べますと、そこに酵素が働くことによって、それを素早く分解するということができます。で、ブドウ糖と果糖に分解するというわけですけども、もし酵素がなくてもですね、この反応は実はゆっくりですけど進みます。で、その場合、例えば水が入ってきる、これ加水分解というんですけども、水と諸糖を置いとけば、何千年何万年分かんないですけど、すごく長く置いてればいつか分かれるんです、切れるんですけれども、それを酵素があることによって、これ 10K ちょっとイメージがしにくいですけども、非常に早くあっという間にこれを触媒をしてしまう、これが酵素の一つのパワーです。で、もう一つの酵素の大事なことというのはですね、特定の反応しかしないということです。これを基質特異性と言います。酵素が反応するときに、これが基質と言われるものです。この場合、この酵素の基質は諸糖スクロースであります。で、この酵素はスクロースしか反応しないようにできているわけです。それはまさに鍵と鍵穴のように、この酵素にはスクロースしかくっつかない、ポケットのようなものがあって、そこで、しかもポケットがあるだけじゃなくて、それを切るためのハサミのようなものもある。
そういうことによってこの反応が特定基質特異性を持って素早く進む。これが酵素の、能力の一つです。でということはですね、私たち生き物の中でこの酵素が何種類もたくさんあることによって特定の化学反応をどん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 進めることによって私たちが生きる糧になっていると、そういうことなわけですね。さてで、酵素の正体は何かと言いますと、酵素の正体、ごく一部の例外があるんですけども、ほとんどの場合は、タンパク質でできています。ここで主にと書きました。主にというのはどういうことかと言いますと、多くの場合酵素はタンパク質だけでできていますが、それだけではないものもあります。それ補酵素というものが例えばある場合があるんですね。補酵素というのは例えば酵素の中に結合してその反応を助けたりするようなものです。ここでお示ししましたのは、ビフィズス菌の酵素なんですけども、ここに結合している補酵素チアミンにリン酸と言います。でこういう名前で聞くとちょっとあんまりピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこれの、元はですね、ビタミン B1 です。でビタミン B1 というのはですね、こういう形をしております。この分子の中に硫黄原子があって、ここチアゾール環というんですが、この硫黄原子のあるここの部分が鍵となって、この環状の部分にでいろいろな化学反応を助けると、そういう仕組みになっているわけです。でこの補酵素が足りなくなると私たちは病気になってしまうこともありえるわけです。でこの場合ビタミン B1 の欠乏になると、例えば脚気とかそういう病気になるわけですね。で、その、ビタミンの発見者の、一人だと、考えていられている先生が、私たち脳外科学の大先輩でいらっしゃいます、あと脳外科学会の初代会長でもいらっしゃいます鈴木梅太郎先生ですね。鈴木梅太郎先生は米ぬかから、このビタミン B1 でありますオリザニンを発見して、たという、そういう非常に大きな業績がございます。ちなみに脳外科学会もうすぐ100周年ということで、私たち準備をしているところであります。数年後だったと思います。で補酵素というのはやっぱり私たちの体で非常に大事な役割をしています。この例えばチアミンというのはですね、その、私の代謝の上でピルビン酸からアセチルコエンコエに行く反応という非常に大事な反応があるんですけど、解凍系から TCA サイクルというエネルギーを生むために非常に重要な反応をしますし、あるいは酵母の中ではですね、酵母はパンを膨らませるときに膨らみますね。あれは実は炭酸ガスが出ています。で炭酸ガスを作る酵素というのがまさにこの中心にこのビタミン B1 チアミンがあるということが分かっています。さて、続きまして、じゃあその酵素というものが今私たちの社会においてどのように受け入れられているのかと思って、ちょっと Google でですね、画像検索をしてみると、こういうものが実は出てまいります。でこれ学術的に私たちが研究している酵素というものとは非常に違う形の図が出てきて、なんか野菜なのかドリンクなのかとか、そういう感じの図が非常に多いですね。これここ数年の多分流れではないかなと思います。こういうふうにちょっと私実はこういう分野は専門ではないので、ここでご質問いただいてもちょっと答えられないとは思うんですが、このようにその蛍光で、酵素性製剤を摂取するという意味ではですね、高峰常吉先生のタカジアスターゼというのが消化補助剤として、昔からあるということがありまして、そういう下地があって、こういう考え方が、広がる位置になっているのかなという気はしますが、ちょっとこれに関しては、私専門外ではありますが、ではですね、ちょっと英語で言いますとこれエンザイムなんです。でエンザイムという言葉でじゃあ画像検索すると出てくる画像がこちらになります。でこちらの画像の方が、私たち、学問をやっているもの、酵素の学問をやっているものにしては非常に馴染みの深いような図がずらりと並んでいます。で特にこれイメージ図としてはですね、こういう感じの酵素があってそれに対する基質が、結合して化学反応をするというイメージがどんどん並んでいると、そういう感じになるかなと思います。さて、先ほどタンパク質、ほぼタンパク質からなると言いました。基本的なことではございますが、タンパク質は何かというのを少しちょっとおさらいしようかなと思います。でタンパク質というのは実は、DNA、遺伝子、DNA からなる遺伝子を設計図として私たちの細胞の中で合成されます。で遺伝子の配列は、A、T、G、C の4つの塩基が並んでいるわけですけれども、この4つのうち3つが並んだこのコドンと言われるものが1つのアミノ酸に対応する形で転写翻訳という形で、設計図としてタンパク質が合成されるわけですね。でその場合つまりアミノ酸の並んだものがこれはタンパク質ということになるわけです。
でアミノ酸というものはどういうものかといいますと、まあ、こういう形をしてまして、この側鎖というものがあります。でここの側鎖がいろいろな種類があるんですね。で、まあ、主に大体20種類ある、主なものがあります。このアラニンとかトリプトファン、あるいはこれうまみ成分の一種でもありますけども、グルタミン酸とかそういうようなたくさんアミノ酸が種類がありまして、この側鎖が違うものというのはこうつながっていてタンパク質になる。これをペプチド結合というんですけども、これが並んだものがポリペプチドというものです。でそれがまあタンパク質になるわけですね。で側鎖がいろんなこの特定の並びになったものというのが、こう一本の鎖で並んだものがタンパク質なわけです。ただしここで合成されたままではそのタンパク質は機能をしません。酵素としての機能も果たすことができないのです。でこのポリペプチドが機能を果たすにはどうなるかという、どうすればいいかというと、これが折りたたんで正しい形を取る、これを専門用語ですけども、フォールディングって言います。まあ、折りたたまることですね。うまく正しく折りたたまることが、タンパク質の機能にとって非常に重要なことになります。つまりこれは1次元から3次元への形が変わること。私たちはこの3次元でタンパク質がどういう形をしているかということを知るというのが、その生命の謎を解く鍵になっていると考えて研究をしているわけです。で、今何度かもう酵素の形というのを見せましたね。なんかこういろいろリボンがあったりくるくるしてたり、私たちはもう酵素がああいう形をしているとすでに知っています。もうすでに50年以上前から人類は分かっているわけですけども、その前タンパク質というのはどういう形をしていたか分からない時代というのがずっとありました。これですね、1936年に出されているサイクロール説というものです。先ほど言ったようにポリペプチドでできていることは分かってたんですけど、それが立体的にどういう形をしているのかというのが全く分からなかったときに考え出されたモデルの一つがこれです。で、これは非常に美しいと、まあ、私たち一般に考える人多いんじゃないかと思います。なぜ美しいと考えるか、そこにあるものは、よく言われる対称性ですね。同じような形をしていて、あと規則性、規則性も非常に高い。でこれが美しいだろう、美しいものが正しいんじゃないかという考え方が、結構支配的な時代がありました。ですが、1950年代にそのが覆されます。これはケンドルという人がですね、まあ、ペルツとこの2人がですね、世界で初めてタンパク質の立体構造を可視化することに成功します。ここで後でお話しする X 線結晶構造解析という技法を使うことによって、この形を明らかにして、おおと思ったんですけども、まあ、これを見て皆さん美しいと思いますでしょうか。ちょっとまあ理由はいくつかあります。私は一つの理由は色がひどかったと私は思うんですけども、あとこのモコモコとしたこれは何とも形容のしがたい形をしています。で当時これを見た科学者たちの書いた戯画ですけれども、フランケンドリューモンスターと呼ばれていますけれども、また彼らが想像していた美しいものと全く違っていたと。そこには何ら対称性も規則性もない、がっかりしたという言葉が残っています。ですがですね、もうちょっと、技術が発達して、これの分解能というんですが、もっと細かいところまで見始めると話は変わってまいります。でこれがわずか数年後ですけれども、これが 0.6 ナノメートルから 0.2 ナノメートルまで分解能を上げることによって見えてくると、原子が一つ一つ見えてくるんです。実はそこに対称性が見えて、規則性が見えてくることが分かります。ここで線でつながっているもの、これは水素結合というものですが、この先ほどのポリペプチド鎖がここで螺旋を巻いていることに気づくんです。つまりここで分解のが悪かったということという原因のために、これが一本のこの棒にチューブに見えてしまったんですね。それが一つのやはり汚く見えてしまった原因です。で現在私たちはこういう模式図をよく使います。これは螺旋状になっているものはきれいにリボンにしたらきれいなんじゃないかとか、色をちょっと端から青から赤に変えて虹のようにしてみたら綺麗なんじゃないかということで、まあ、お化粧することによってタンパク質が綺麗に見えるような図を作る。で今回私講師に呼んでいただいてですね、まあ、芸の私に芸があるのかわからないですけど、まあ、作る絵がちょっと綺麗かなとか結晶が綺麗かなというのであれば、まあ、今日のお話にちょっと参加できるのかなと思って今日は出してみました。でこういう綺麗なタンパク質感と私は美しいと思います。でこのようなものが、まあ、酵素の正体であります。で先ほど X 線結晶構造解析と申しましたが、これはつまり X 線を使って結晶の形を明らかにする技法です。で一般的に X 線と言いますと、まあ、私たちが普段触れる X 線というのはやはりレントゲン写真かなと思います。レントゲンという人が初めてこうやってまあ写真を撮るわけですけど、これは X 線は物を通過するという性質を使っているわけですね。しかし、ここで使う X 線は別の性質を使います。それは X 線というのは非常に波長が短いです。
先ほど波長の波長は数百ナノメートルだと言いましたが、これはもっともっと短い波長であるので、これはもっともっと細かい原子とかそういうものを見るために適した光電磁波なわけです。でそれを利用して初めてその構造解析、形を明らかにする、目に見えない形を明らかにすることに、小さな形を明らかにすることに成功したのがこの、ブラック親子ですね。親子で、ノーベル賞を受賞したのはこの人たち、同時受賞は、この人たちだけだと伺っておりますが、彼らがやったことはどういうことかと言いますと、まず一つは結晶です。これはまあ円の結晶なんですけども、円の結晶を置いてそこに X 線を細いビームにして当てるんですね。でそうするとそこの後ろにプレート、これ P はプレート板というんです。ここに置いた板に X 線がピピピピッとこう解説点というんですけども、一つの反転がバーッとたくさんの反転が出るということを見出しました。これは実はこの一個一個の点を逆に計算することによって、この中にある微細な構造を計算できるということです。普通はレンズがあればですね、物を拡大することができるわけですね。光は可視光はそれでいいんですけども、実は X 線にはそのレンズに当たるものが、いいものが事実上使えないので、こういう出てくる反転から計算するという方法で事実上レンズの代わりに元の像を再生すると、そういうような技術が使われるわけです。でこの2人が開発した技術によって、じゃあタンパク質も検視症になるので、そこの形を知ることができるんじゃないかということを考えた人たちがいます。で先ほどの2人の、時は1910年代だったと思います。でここから約50年後ですね、非常に長い時間がかかった。技術的には実はできるはずなんです。円の結晶とタンパク質の結晶は本来何も変わりがないはずなんですが、それを可能にするには非常に多大な努力が必要だったわけですね。で、まあそれはまた後でちょっとお話しますが、これを成功したのがジョン・ケンドルとマックス・ペルツ、左がケンドル、右がペルツ、この2人が成功しました。でこの2人が、形を明らかにしたのはヘモグロビンとミオグロビンというタンパク質です。ミオグロビンは私たちの筋肉にあるタンパク質、ヘモグロビンは私たちの血液にあるタンパク質です。これはどちらも酸素を運搬する非常に重要な役割をするタンパク質ですが、どちらも赤い色をしています。ヘムというものがついていて、それが真っ赤っかなんですね。だから彼らの作った結晶は真っ赤っかなんですけども、そこに X 線を当てて点が出ています。先ほどのその図と比べると点の数が格段に多いのが分かるでしょうか。これは中にある分子のサイズが先ほどの円に比べて格段に大きいということを表します。これが大きいということは、そこからの計算がむちゃくちゃ大変ということなんですね。これが超えるべき問題点だった一つなわけです。でその計算を彼らはひたすらやりました。逆振り変換という形でこの電子密度というものをマップにして置いていくわけです。でそれで非常にこのような美しいモデルが出来上がったと、まあ、そういう経緯になるわけであります。で先ほどのじゃあ問題点一つ何があるか、実はここから出てる解説点は非常に弱いんですね。円から出てくる解説点の何倍も何十倍も何百倍も弱いわけです。でこの弱い点を取るためにどうすればいいか、ここで今ペルツが覗いているのは X 線発生装置の様子を確かめているんですが、ここに当てるビームをより強く細く強く、これですね、細く強い X 線を出す、これがこのタンパク質の構造を決めるために最も重要なことなわけです。でそのために現在私たちが使っている施設というのはこのシンクロトロン放射光施設です。私たちはいつも結晶、タンパク質の結晶ができると、ここに結晶を持ち込んでデータを取っています。日本国内には、主な、シンクロトロンが 2箇所あります。他にも何箇所かあるんですけども、まあ、よく規模の大きいものも大きいものはこの2つなんですが、1つは筑波にありますフォトンファクトリーと言われるもの。もう1つは、兵庫県の相生の駅から、バスで行ったところにありますスプリング8と言われる、この非常に巨大なですね、施設で私たちはデータを取っています。ごく最近ですね、スプリング8にはさらにもっと強い X 線を出すサクラという施設もできています。まあ、これ非常に大きなお金を使って建設されているわけです。もちろんこのサクラもすごい巨額のお金を使っているんですけども、フォトンファクトリーもスプリング8もすごく大きな財産を使ってやっているわけです。でもこれは非常に強い意義があるんですね。ここの放射光施設に全国、日本中、あるいは世界中の研究者が集まって、もう日々データを生み出しているわけです。で最近ちょっとやっぱり予算の削減がありまして、ここの2つの組織施設の稼働率がちょっと下がっているんですね。これはちょっと私たちのサイエンスを支える上で非常にちょっと問題な点ではあるんですが、ここにここですごくたくさん生み出される科学の成果というのは非常にたくさんあります。調べていただけるとまあたくさんあるんですが、私たちもこの2つの施設を利用することによってたくさんの成果を出させてもらっていると、まあ、そういうことになります。
で、先ほどタンパク質の結晶を作ると軽くって言ってしまいましたが、それは非常に大変なんですね。本当はここの苦労話を長く喋りたいところなんですが、それはもうやめたいです。学生の皆さんともう本当に苦労して毎日顕微鏡を覗いてます。で、顕微鏡で見えるぐらいの 0.1 ミリとか 0.2 ミリとかそういうサイズの結晶がうまくいったものしかここではお見せしません。これの何百倍 何十倍何百倍も、もうゴミのようなクズのようなそういうものを毎日私たちは見続けて、その中から得られたものが使えるわけです。で、まあ、これを美しいと見るかどうかなんですけども、まあ、見慣れてくるとそんなにもう美しいとは思わないわけですけども、やはり苦労して作った、きれいにしたタンパク質からきれいな結晶が得られた時の喜びというのは何事にも代え難いということです。で、私 のパソコンの中にあるその結晶の写真をちょっと探ってみて、いろいろ見て並べているわけですけども、例えばこれはですね、大村聡先生が、発見されたその、放線菌、抗生物質を作る放線菌でありますストレプトマイセスエヴァミチルスというものから取ったタンパク質の結晶です。これもやはりヘムが入ってて赤いんですけども、まあ、たまたま金魚みたいな形がしていて覗いています。これもなんかメープルリーフのような形なんで綺麗だなと思って撮ったんですけど、実はこういう結晶はあんまりデータ測定には使えないという、見た目と使えるかどうかはあんまり関係ない。で、バラ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 こうもう赴くままに出してます。こんなんで大丈夫と思いますけど、これは結構いいデータが取れてますし、まあ、この赤くて綺麗なのこれはもう全部うまくいったものを捨てます。こんなものがデータ取れるのかというんですけど、実はこれもちゃんとした結晶でデータ取れてます。あるいはこれでもかなりいいデータ取れました。まあ、こういう感じでどん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 日々私たちは結晶を作って研究を進めているということになります。さて、ちょっと酵素の話に戻りたいと思います。酵素といってもですね、私たちにとって酵素と言われてもそれは総称であって、どの酵素の話をしているのかということがわからないのはちょっとまあ戸惑うという局面もございます。というのはですね、酵素の種類が非常にたくさんあるからなんですね。それを整理するために国際的な機関 IUBNB という機関がございます。で、そこが一つ一つ番号を割り振ってます。まあ、4桁の番号を割り振って、まあ、これで階層的にその酵素の種類を決めているというわけです。例えばアルコール脱水素酵素、まあ、お酒を飲んだ時に働くような酵素などは1111という番号がついてますし、私たちがデンプンを食べた時にこの口の中でデンプンを分解する酵素アミラーゼというんですが、それは3221という番号がついてます。で、それがその EC 番号というのが1970年60年代から始まって付けられてるんですけど、現在までこのような感じで増え続けているというのが分かると思います。陽子周には年あたり50ぐらいというのは、まあ、この線をピッと引いて50ぐらいかなと思ったんですけど、これはここからここまでの増え方であって、実はここ数年またぐっと倍ぐらいに上がってるんですね、ペースが。ちょっと今後どうなるかわからないですけども、これは非常に有識というか面白い、私たちにとって非常にエキサイティングなことです。酵素の研究をやっている上で非常にたくさん種類がある。で、私たちが調べているのは立体構造ですので、酵素の立体構造を決めていくといろんなことがわかります。例えばこれはセルラーゼという木とかそういうものを分解する酵素の一種なんですが、これ全く同じ EC 番号をついてます。この番号でいうと1種類に数えられるこの3つの酵素ですが、実はこう見ていただいてこれが同じものに見えますでしょうか。これはたまたま別のタンパク質が同じ機能を持ったに過ぎないんですね。私たちの感覚ではこれを違う酵素だと見なしていくのが自然だと思います。つまり酵素の種類はこれよりもっと多いわけですね。で、それを考えるとこのようにたくさんの酵素というのは一体どこにあるんでしょうか。私たちの人の体にある酵素の種類は実は、パンフレットに書きましたがそんなに多くないです。1000種類を多分超えないんじゃないかなと言われています。1000種類全国だと言われています。で、じゃあ私たち高等動物というかその動物とかに持っている酵素って限られているんですね。で、ほぼ無限のようにこう増えていっている酵素というのはどこから出ていることかということを考えると、これはそのほとんどは微生物なんですね。で、微生物というのは恐るべき生き物であります。非常に多様性があるんですね。で、またすみません、農芸科学の先輩の、坂口先生、微生物学の応用微生物学の先生ですけども、有名な言葉があります。微生物にお願いして裏切られたことがないと。微生物は、ね、非常に世の中にたくさんいて、探せばどんどん新しいものが見つかるんだと、そういうイメージですね。で、先ほどちょっとお話ししましたけど、大村先生も、受賞の時にこういうコメントを出されています。私の仕事は微生物の力を借りているだけだと。この場合イベルメクチンという抗生物質を作って世界中の人の命を救ったわけですけれども、その薬を作る、微生物がこの放線菌ストレプトマイセスエヴァミチルスというものです。で、これはたまたまこういうものを大村先生は見つけるということに至ったわけですけれども、こういうものが私たちの周りに土の中とか海の中あらゆるところに体の中に隠れているんですね。
で、それは非常に種類がたくさんあります。微生物の種類がたくさんあるということは、そこの彼らの住んでいる環境が非常に違うんですね。酸素のないところがあったり、栄養源の少ないところがあるかもしれない。温度が非常に高いところ、すごい寒いところ。で、そういうところに合わせて彼らは生きるために、つまりタンパク質、そして酵素というものを非常にたくさんの種類を用意して、どん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 生み出している。そういう状況があるわけです。ということで、その微生物というのは酵素を見つける上では非常に大事なソース、まあ、源であるということが言えるかなと思います。で、今日のお話、私たちの研究のご紹介する上で、2種類の酵素をちょっとお示ししたいと思います。1つは古い酵素、1つは新しい酵素ということです。まあ、括弧でくくっているので、本当に古いかという話はちょっと置いときたいかなと思います。今でもある酵素なので、古いものが生き残ったんじゃないかなと私たちは考えているものの話からしたいと思います。で、この酵素、1つ目の酵素がどこから取られたかというお話をしますが、実はこの酵素は、スルホロバスという80度が好きな、非常に暑いの、ホットのが熱いのがお好きなこの微生物から取られてきました。このスルホロバスという菌はですね、大分県の別府温泉から取られています。で、このように非常に暑いところって地球上にたくさんあるんですね。地上だけではなくて、海底奥深くに熱水噴出口といって、どんどん熱い水が出ているところがあるんですけど、そこの周りにもこういう高熱菌、超高熱菌といわれるの80度とかそれ以上で生きるような微生物が結構たくさんいます。で、それがちょっと系統樹というものをここにお示ししましたが、その中に非常に特異な位置を占めるんですね、そういう生き物は。全部のこれ生き物の系統樹です。生命の共通の祖先からこういうふうに分かれてきたんじゃないかと考えられている系統樹ですけれども、一般的に私たちが見る系統樹と違って、動物がこれ、植物がこれ、あとはほとんど微生物という、そういう系統樹です。実は、私たちのその、まあ、生き物の、まあ、ゲノムとかそういうものを見ていきますと、実はこの動物とか植物に比べて微生物の方が圧倒的に世界が広いんですね。で、私たちがいる生き物は真核生物と言われている生き物です。それに対して、まあ、細菌とかバクテリアと言われるものは一群の別の生き物だと言われることは分かっていたんですけども、まあ、70年代頃からはっきりし始めたんですが、このそれとは全く別の一群の微生物、アーキア、古細菌と言われるような微生物がいるんだということが分かってきました。名前は古細菌というんですが、実はこれは分かれたのは細菌と分かれた後に真核生物と分かれたんじゃないかと、まあ、そういうことがもうすでに分かっている、そういう一群の生き物です。で、こういうふうな、系統樹の中で、先ほどお話ししたその超高熱菌というのは、実はこのルート、根元に近いところに存在している。で、ここで ある研究者たちは考えているんですけども、こういう今でもいる超高熱菌というのは古くからある共通の祖先とよく似た性質を持っているのではないかということを考えて研究をしている人たちがいます。で、私がこれから紹介する酵素もそういうものから取られてきた酵素です。で、その酵素の非常に顕著な特徴というのがありまして、それは二機能性です。一つの酵素なのに二つの反応を触媒するんですね。で、二機能性を持つ酵素というのは実はそれまでいくつか知られてたんですけども、例えばですね、2種類の酵素がくっついているだけでも2機能性と言われていましたり、あるいはこの先ほど特異性があって1個しか反応しないと言いましたが、酵素の中には結構ガバガバで緩いものもあって、A も反応する、物質 B も反応するというものもあったりする。それを2機能性という場合もありますし、あるいは夜鍋、ムーンライティングっていうことを言うんですけども、まあ、昼は酵素として働くんですけど、夜は別のその遺伝子を制御したり、構造タンパク質、例えば目の水晶体の中のタンパク質が実は酵素としての機能を持つとか、そういう例はいくつか知られています。でも、これからご紹介する酵素は実は形を変えるんですね。これ変身すると私は言いますが、変身することによって機能がガラリと変わる、別の反応を触媒する、そういう酵素というものが見つかっています。で、先ほどのその古い話、初期の生き物についてちょっと考える機会があるかなと思います。で、それはですね、私たち、まあ、でんぷんとかを食べて、それをブドウ糖にして分解して代謝して、まあ、エネルギー源にしていると、まあ、そういう生活、スタイルをとっているわけですね。ですので、そこでまあ一つ重要なのは解糖系というものです。糖を分解していくことによって ATP を得る、エネルギーを得ていく、まあ、これで私たち生きているわけですけども、逆にじゃあ糖分が足りなくなった時にある代謝系というのも存在します。それは逆に糖を合成する糖新生といわれる代謝系もございます。で、まあ、これ実は、多くの分は両方通行なんですけど、ここだけ一方通行の酵素がありまして、
解糖系においてはホスフトフルクトキナーゼという酵素があるんですけども、糖新生にはこれどっちも不可逆といって逆に反応がいかない酵素を2種類やって、合成の時には FBP フォスファターゼという酵素を使っています。でそこでですね、私たちがあの研究の対象にした酵素というのは、実はこの2種類の反応を一気に1つの酵素が同じ場所で触媒する、これ FBP アルドラーゼという反応と FBP ホスファターゼという反応を両方やってしまうので、FBP アルドラーゼスラッシュホスファターゼ FBP A スラッシュ P と、まあ、そういう名前がついています。でこういう、変わった酵素がですね見つかるのは、実は先ほどの高熱菌とか古細菌といわれるものだけなんですね。私たち、動物とかは実はこういう酵素は持ってなくて、別々の酵素が専門の酵素がやってるんですけども、そういう変わった、高熱菌などはこれを一気にやる酵素というのを持っている。で、これを発見した研究者の人のコメントでは、その原初の世界ではですね、多分糖はもともとなかったでしょうと、糖新生の方が解糖系より先に生まれた代謝系である、こっちの方が古いんだと。でしかもこの代謝系において2つの反応を一気に進める酵素があったことは当時としては有利だっただろうということです。で今なぜ使われなくなったのかという理由がちょっと考えなきゃいけないんですけど、まあ、実はこの酵素は非常に高い温度でしか反応しないんですね。で低い温度になると非常に活性ほぼゼロになります。でそれもちょっと理由がありますあるというのもあります。でそれがなぜなのかというのも、実は形を見ることによってわかるわけです。じゃあなんで2つの反応をいっぺんにするのか。でこれがですね、この先ほどのスーホルバスから取ってきた2機能酵素 FBPAP というものです。こういう結晶ができまして、そこから、形を見るとこんな大きな形をしているんですね。こんなにでかい図体をしているんですが、実は反応するのはここだけです。で全体でいうと、この樽みたいな4個のサブユニットと4個のサブユニットがくっついて全部8個、でそれが集まっているとこのサブユニット同士のこの間の部分にこの基質が結合、基質である FBP が結合しているポケットがここに存在するわけですね。でそのポケットをこれからズームしていきたいと思います。でそこにあるこの FBP というものはこういう形をして、まあ、ここにあるのがマグネシウムイオンなんですが、これが反応を触媒するのを助けるようなタンパク質酵素になっています。でこの酵素がですね、一つの反応をするときにはこういう形をしている。こう見ているとこの基質を抑えるのに、ここの1本ここの1本ちょっと切れてますけど、この1本3つのループと言われるもので抑え込んでいるわけですね。でこの酵素の後から分かった特徴というのはですね、この先ほど見せたこの状態はこちらです。 FEPase という上の後の反応の方なんですけども、後の反応の方が先に分かっちゃったんですけど、後ほど分かったこの前の反応の構造ではですね、この3つのループというのが全く違う形をしています。このうち中に入ってたこの2つのループは外に出ちゃって、代わりにこの黄色いループが中に入って仕事をする。でこのような2種類の形を切り替えるんですね。でさっきの大きなタンパク質の全体の形では実はほとんど同じなんです。結晶の形は全く同じ形をしています。構造解析をするとここの部分だけがガラリと形を変えている。でそういうことをやっているわけです。でこれこちらもちょっとムービーを作りました。2種類の反応をするときに、じゃあどういうことが起きるのか。1つ目の反応というのはこの黄色い DHAP と言われる分子と緑色の GA3P という分子をくっつける反応を触媒します。なので最初に DHAP というこの黄色いものがこのポケットに入ってくる、こうですね。で入った後にこの黄色いループにあるものと一旦くっつく、このリジンというアミノ酸ですけども、そこと一旦くっつく、後に後で緑色の分子 GA3P が入ってきて、これをくっつけるという触媒をまずする。これが1回目の反応です。で、そこの後でこの酵素は大きな変身をします。この、先ほど仕事をした黄色いループのこのリジンとアミノ酸はもう用済みになったので外に出てきます。で、その代わりにこの隣にあった、アスパラギン酸というアミノ酸が代わりに中側にググッと入るのがわかるでしょうか。この2つのループが閉じると同時に、ここはフリップ、ひっくり返ります。で、これが2つ目の反応の鍵になるわけです。で、2つ目の反応は何をするかというと、ここで色を変えて、まあ、シアンですね、水色にしているんですが、この水色の分子から、この端っこのリン酸を切り離すことを反応を触媒します。で、その切り離すときに、実はここにあった4つ目のマグネシウム、この紫の玉ですね、この紫の示したマグネシウムと、先ほど内側に入ってきたアスブラギン酸。この2つが仕事をすることによって、ここの結合は消える。そこで2回目の反応が起きる。ここでまさにトグルスイッチのようにカチッカチッと反応を触媒するキーになる残基が入れ替わることによって、
この酵素は2つの反応をやっていると。でこれ先ほどこの酵素は高い温度じゃないと反応しないということをお話ししました。実は低い温度だとこのようなループがあまり動かないんじゃないかと私たちは考えています。高い温度でだからこそこのような2つの反応を触媒できる、効率よく触媒できるのかなと私は考えているわけです。で、まあ、ちょっと古いという話をしましたが、現在においてはまあこういう高熱菌のみが持つ変わった酵素というのがあるんだなというのを見て、まあ、これは私は本当に芸術的な仕事だなと思って驚いた次第でございます。で続きまして今度はちょっと新しい酵素の話をしたいと思います。これ今度はビフィズス菌の酵素です。まあ、ビフィズス菌というのは、赤ちゃんのお腹の中にたくさんいますね。でそのビフィズス菌が、母乳に含まれていますオリゴ糖を分解する酵素の話をしたいと思います。でビフィズス菌というのはまあ腸内細菌の一種でありますから、まずは腸内細菌の話からしたいと思います。で腸内細菌、まあ、腸内細菌って1種類じゃないので何種類もいるので、これを草むらの字を使って腸内細菌層という、まあ、最近非常によく、よく耳にする言葉ではありますけれども、この腸内細菌層のエネルギー源は何かということを考えてみたいと思います。腸内細菌というのは、まあ、小腸の下部から大体大腸のあたりに多く存在しているわけです。このようにこの粘膜の上にベタ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 くっついていて、生きているわけですけれども、一つちょっと彼らは厳しい状況を生きているということを考えていただきたいと思います。というのは私たちはでんぷんとか諸糖とか消化しやすい糖質を食べると、全部これ胃で分壊して小腸で吸収するということをやってしまいますので、ここにはほとんどこういうものは来ないんですね。で彼らは非常に消化しにくい糖質、まあ、食物繊維と言われるようなもの、私たちのカロリーになりにくいもの、グルコマンナンとか、まあ、難消化デキストリンと最近よく特効に入ってますけども、あるいはまあ海藻の多糖とか、そういうものを分解することしかないということです。でさらに状況が悪いのは、彼らの生きているところには酸素がないんですね。これ正確的に言いますと、糖を分解して得られる、ATP は2つ、たった2つなんです。でもしここに酸素があると、このあとその何十倍も ATP を作ることができるんですけども、その状況を断たれてしまった微生物、腸内細菌というのはほとんどのエネルギー源を発酵に頼る、糖にして、まあ、別のものに変換するということですね。乳酸であるとか酢酸とかそういうものに変換する形によってこの反応を進めていくということに頼らざるを得ない。そのために、そこに届くようなその分解しにくい、多糖を 分解する酵素というのは非常にたくさん存在しています。いわゆる食物繊維がお腹にいいなんて言われるのは、実は腸内細菌を活性化すると言われるのはこういう仕組みがあるからだと思います。このように消化しにくいものを食べることによって、実はそれが、まあ腸内細菌の餌になると、まあ、そういうような考え方が一般的になってきています。さてじゃあ私たちが腸内細菌の酵素を研究する理由というのは何でしょうか。それはまあ言ってみれば分子進化の実験室ですね。ちょっと難しい言い方をしますと、これはどういうことかというと、まあ、もう非常にたくさん種類があってその間競争していること、で先ほど言ったように栄養源によって選択圧、もうどっちが勝つかという競争をいつもしているわけです。でもう一つ重要なことは、私たちが食べる食品に対応してどんどん変化をしていかないといけないんですね。でつまり私たちの腸内細菌はそこに来る、食べ物に対応していろんな酵素をどん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 変化させている。例えば祖先型の酵素から例えばでんぷんの酵素にこれ進化したと考えられますが、あるいはこの乳糖を分解する酵素でこれでんぷんを分解する酵素と、同じ祖先を持っているんじゃないかと考えられていますし、このようにその後で話す人のボリュームオリゴ糖の酵素も実はそれらから発展したんじゃないかと考えます。でやはり大きな問いというのは、腸内細菌の非常にたくさんある糖を分解する酵素ってどこからやってきたかと、そういうことになるわけですね。でちょっとこれはやや古いデータではありますが、非常に有名なデータですね。東大農学部の名誉教授でいらっしゃいました三岡先生を出された図です。これは生まれた時から年を取るまでに腸内細菌層がどう変化するかという図を表しています。で生まれた時はまあ無菌なわけですけども、すぐにですね大きく増えてくる、この一群の微生物がビフィズス菌と言われるものでございます。でそれはビフィズス菌は赤ちゃんの時は非常にたくさんいるんですけども、年を取るごとに減っていって、まあ、ウェルシュ菌、まあ、一般に悪玉菌と言われるものがまあ増えていくと、まあ、そういうようなことが実は昔から言われていました。で実はですね、現在 その進歩した、研究成果でもそれは、大体上正しいだろうということが分かってきています。これは、乳幼児とお母さんの、腸内細菌層を示したものです。でこれが青で示したものがビフィズス菌ですけども、やはり赤ちゃんというのはですね、大人に比べて非常にたくさん
あると、もう4分の3以上はほとんどの場合ビフィズス菌で占められているということがもうデータとして出ています。でそのビフィズス菌というのは実は種が何種類かありまして、ビフィズス菌の種の中でも実は、まあ、乳幼児型と言われているものが4種類ほどあります。ビフィドバクテリウムなんだけど、 B ブレーベ、ビフィダム、ロンガム、あとロンガムの亜種としてインファンティスというものがあるんですが、まあ、主にこの4つが、乳幼児型と言われるものがあります。ちょっと後で出るかもしれないので覚えていていただきたいです。まあ、このようにビフィズス菌が赤ちゃんの中には多いということですね。でそれと関連が、ある話として、人の母乳に含まれるオリゴ糖というものがお話をしたいと思います。母乳の中には、いろんなものがあります。まあ、一番多いのはラクトース、乳糖なわけですけども、牛乳にもたくさん含まれています。で、その次に多いのは脂質なんですけども、その第3の固形分として、無視できない量、数パーセント以上含まれていますのがこのヒトミルクオリゴ糖 HMO というものです。これちょっと把握しにくいのはですね、非常にたくさん糖が少なくとも3つはくっついて、いろんなくっつき方をしているので非常に複雑な形をしています。で種類がたくさんあって100種類を超えると言われています。のでちょっと難しいんですけども、これを最近ですねざっくり見ていくとですね、このラクト N ビオースというこの2等の単位がですね、中に含まれる1群のものがですね、結構人の母乳には多いということが分かっています。でごく最近分かってきたのは、この LNB というものがですね、ビフィズス菌を増殖させるビフィズス因子であろうということが分かっています。で他の哺乳動物の母乳を調べている先生方が、まあ、いらっしゃいます。その先生方が、調べたことによりますと、まあ、先ほど言ったように人の母乳にはラクト N ビオースたくさん含まれているわけですけれども、非常にたくさんの哺乳動物の母乳を調べてもですね、このラクト N ビオースが含まれていないんですね、ほとんど。で、類人猿とかをいろいろ調べたの母乳を調べた結果、まあ、ボノボとオランウータンではわずかに含まれているそうなんですが、このようにラクト N ビオースが含まれるというのは人の母乳の非常に際立った特徴だということが結論として上がっています。でここで研究している先生の仮説としては、腸内細菌と哺乳動物は共進化をしている、共に進化をしているんじゃないかということを考えている。まあ、一つの仮説としては、人というのは非常に未熟な状態で新生児が生まれてきますから、そこで感染防御に役立っているのではないかという考え方を、まあ、提示しているわけです。で実際にそのビフィズス菌っていろいろ種類があるんですけど、乳幼児にあるタイプのビフィズス菌とそうでないビフィズス菌を比べてですね、そこで LNB を先ほど入れておいて、それで増えるかどうかを調べた結果がこれです。でそうなるとやはり乳児由来のビフィズス菌だけが特定にバッと増えるということがはっきり分かりますし、さらにたくさんの菌株で調べた結果、やはりそのこれは森永乳業の研究グループが出したデータですけれども、乳児由来のビフィズス菌は全て生育化なんですけれども、乳児に由来しないビフィズス菌というのがあります。動物ゴリラとかからも実はビフィズス菌取れるんですけども、そういうものは全然生育しないということが分かっています。で一つ重要なことは、この中にある特定の遺伝子があるんですね。乳児由来のビフィズス菌には GLNBP と言われる遺伝子があるらしいということです。でこれを発見したのは日本人でして、北岡先生という食草研の、今農研機構の食品研究グループですけれども、そこの北岡先生らのグループが2005年に発見したのがこの GLNBP と、それの周りにある1群の遺伝子群ですね。でこれが乳児に含まれるビフィズス菌に必ず存在すると、ほとんどの場合存在するということが分かっています。でこの遺伝子何の役割をするか、これだけちょっとコースではないんですけど、取り込みに関わる実はタンパク質を作ります。これでラクト N ビオースだけを取り込むということをこのタンパク質はやります。でその後にあるこの4つの酵素はですね、実はここの反応、取り込んだ後のラクト N ビオースをですね、どん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 一つ一つ分解していくということです。で最終的に下流の代謝経路に流すということです。で私たちの研究グループはですね、ここに非常に興味を持ちまして、ここの分解に関わるタンパク質、一連のタンパク質をどん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 順繰りに、ちょっとこれだけまだできてないんですけども、一通りどんどんやっていきます。構造解析という形で形を明らかにすることをやってきてました。で、ここでですね、やはり一つ面白いことが見えてきました。ちょっとたくさん全部やる話しているわけにはいかないんですが、この2つをちょっとだけお見せします。この2つの酵素ですね、際立った特徴が1つあります。これはキナーゼという酵素なので、まあ、よく動くということは前から分かっていたんですが、これホストエラーゼという酵素で、実はこの形、樽のような形をしていて、こんな樽のような形をするフォールドを持っている酵素、タンパク質というのはほとんど動かないと、まあ、以前は思われて
いたんですけども、これは非常に変わったことに、形を歪めることによってこの基質である LNB を結合するということが分かりました。私たちの仮説というか考えではですね、このような酵素というのは非常に新しい起源であろうと、でまだ、言ってみれば進化の途中なのかなと、新しく対応しなければならない人との共生関係の上でこのような酵素をどこかからリクルートしてきてこういう形に無理やりフィットさせているんじゃないかと、私たちはそうじゃないかと思っています。その理由の一つはですね、この酵素が何に似ているのかと形だけを見て比べるとですね、実は乳と母乳だけじゃなくて牛乳にもたくさん含まれている、そういうものの分解酵素と非常によく似ているんですね。おそらくこれとから進化してきた酵素なんではないかということを考えています。あそこで4つ並んだ遺伝子セットで、これも実はセットで、こっちに関しては菌がよく分かりません。なんかタンパク質リン酸化の酵素と形が似ていてですね、これはシグナルを伝えるために、プロテインキナーゼと言われる一群のタンパク質に実は似ててですね、ちょっとこれは非常に糖のキナーゼと似ていると思ったら、糖の関わる酵素と似ていると思ったら全然タンパク質に関わる酵素と似ていて、これはまだまだ謎の多いことで、私たちはもっとこの研究を進めていきたいなと思っているところではあります。でこれ、最近のごく最近の研究をちょっとご紹介します。ラクトエネビオースというのは実は、人のミルクオリゴ糖にはそのままの形では含まれません。何らかの酵素で切ってしまわないとこれ利用できないんですね。でそれを分解する上で先ほどお話しした4種類の微生物の菌種は全く違う戦略をとっています。ブレイベとかインファンティスと言われるタイプのものはこれはそのまま取り込んで、これトランスポーターがすごく大きな穴があって多分中にダッと取り込んで中に切断する酵素があるということが分かりつつあるんですが、私たちが研究しているこの2種類の微生物菌は外で切って取り込むということをやります。でその外で切る酵素としてラクト N ビオスを切る酵素なんでラクト N ビオシダーゼというそういう酵素なんですね。でこれが B ビフィダムから取ってきたラクト N ビオシダーゼの形です。でこの形実はですね他の酵素にちょっと似てます。他の酵素の形はポケットがちょっと広がるだけでこういう形になるんです。ところがですね、まだこれ、未発表というかこれ今論文を、書いているところなんですけども、この新しいタイプのロンガムから取られた酵素はこれとは全く形が違うんですね。でこの2つは全く起源の異なる酵素を使っている。これもまさに、人のミルクオリゴ糖を使うときに、もう非常に近縁のビフィズ菌の間ですら全く違う酵素を使ってきたり違う戦略を取ってくる、もう本当に、分子進化の実験室を私たちは目の当たりにしているんだなという気をしています。これ、最後のスライドになりますけれども、三者関係という形で腸内細菌宿主である人そして食品は、非常に密接な関係にあるんだと考えています。これ数年前に、ヨーロッパのグループ、このヘイマンさん非常に背の高い人ですけども、彼らが出した論文非常に面白いことを言っています。欧米の人の腸内細菌のゲノム と、日本人のゲノムを比べたそうなんですね。そうすると日本人の腸内細菌のゲノムにだけですね、なんと、タト海藻を分解するタト、これ例えば海苔とかそういうものを分解する酵素というのが含まれていることを彼らは発見しました。そこで大胆な仮説ですけども、日本人はその寿司とかで海苔をたくさん食べるので、そういうものを分解する酵素というのがその海洋細菌にある遺伝子から取り込まれたんじゃないかと、そういう仮説を取っています。今日は人ミルクオリゴ糖の話を中心にしましたが、他にもそういう腸内細菌というのは私たちが食べる食べ物に合わせていろんな酵素をどん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 進化させたり取り込んだり、そういうことをしているんじゃないかなという気がしています。今後こういう研究が進めば面白くなるかなと思っています。すみません長くなりましたが、これでお話を終わりたいと思います。ありがとうございました。